は図書院。ボケてるの？さらさら遅刻しちゃうよ。あ、ちょっと待って、明暗についてる。あ、こすっちゃダメだよ、ばい菌入っちゃうから。ほら、目つぶって。もういいよ。おーおー、さすがはコーナー1のおしどり夫婦、相変わらず仲いいですな。つーか、見てるこっちが恥ずかしくなるわ。ちょっと変なこと言わないでよ。見てるだろ。だって目やんか。そうか、なら仕方ないよな。やだトムキ。そういうのが一番困るんだってば。無視すんな。長峰くん、ちょっと。でも、それじゃあカホ、私たちも買い物して帰ろっか。ぜーつまんないの。まあまあ、どうせ二人は一緒に暮らしてるんだから、キスぐらい日常茶飯事なんだろう。あえてここでする必要もないってわけだ。いきなりこうブチューっとしたりするのかな。それともさっきみたいに前振り長いの？いい雰囲気作ってからとか。
バカ言ってないで、もう帰ろうよ。何それ、今日の夕日つまんない。タモキとはただの幼なじみ、お両親の仕事の都合でうちに下宿してるだけ。チッ、出たよ、いつも定型文。それを何度も言わせてるのはどこの誰よ。つまんないつまんないつまんない。あからさまに不満そうにしてもダメ。こうなったら、あれは確か文年前の卒業文集。私の夢、6年3組皆川夕日。私のうちは喫茶店を営んでいます。お母さんが開業した夕顔亭という名前の小さな喫茶店です。ちょっとカホ、お母さんの子供の頃の夢はお父さんと一緒に喫茶店を開くことだったそうです。だったっけ。響き、私の将来、大大大好きなともきくんと結婚して二人で喫茶店を。うん、なあ、私言ってない、そんなこと言ってないってば。勝手に捏造しないでよ。そうだったか。当たり前でしょ。なんで小学校の卒業文集にともきと結婚だなんて恥ずかしいこと書かなくちゃいけないのよ。しかも大好きとか、そこは私も将来大切な、うんうん、大切な知らない。やーはー、夕日かわいいよ。やだ、なんでいつも胸触るのよ。かわいい夕日にはこうしてやる。ほれほれほれ。お前が興奮してどうすんだよ。俺もあんま人のこと言えないけど、お前らも懲りないよな。私は未返却本のリストを作成しますので、長峰くんは返却された本をチェックしてもらえますか。長峰くん、どこか具合が悪いんですか。今日はずっとぼんやりしていましたけど。そこの返却された本をパソコンに入力してもらえますか。私はね、長峰君、ずっと前に一番大切で幸せな時間をなくしてしまったんです。
だから私は本当の幸せを知っているから、もう一度見つけたいって思っているんです。長峰くん、エラウンが…長峰くん、本当に大丈夫ですか？具合が悪い時は休んでもいいんですよ。長峰くん、そうだったんですか。それでどうでしたか。その小説ですよ。もう読み終えたんですか。両親に捨てられた主人公が真実を知っていく過程は読んでいて辛いものがありますよね。純真であったゆえに孤独に対して鈍感だった彼が真実を理解することで孤独の苦しみに苦悩して、そしていずれは場面を思い出しただけでなんだか涙が出てきちゃって、おかしいですよね。別の話をしているだけなのに。ちょっと読みづらい本なのでおすすめするのはどうかと思ったのですが、私の好きな作品の一つなのでぜひ長峰くんにも読んでもらいたくて。暗い内容の本は長峰くんには合いませんでしたか。楽しみにしています。いえ、後ろの棚に並べておいてもらえればいいですよ。それは明日の当番の方にお願いしますから。それでは本日の委員活動は解散にしますね。長峰くん、お疲
れ様でした。すみません、この後進路の件で担任の石上先生に呼ばれていますので。あの、長峰くん、お客さんだなんて何年ぶりかしら。遠慮しないでどうぞ。